火事、火事、火事、ラダー、ラダーとは、主に船舶の進行方向を自在に定めるための、構、お及びその作動部を指す。船舶の場合、水中の板そのものを火事と呼ぶと同時に、船の操縦者である、操舵手が操作する臨場の操作部も火事、または、操舵輪と呼ばれる。操舵手が火事を操作することを、操舵、ステアリング、ステアリングと呼ぶ。 船舶に倣い、航空機や自動車などでも進行方向を変える操作を、そうだと呼んだり、その機構を同じく、火事と呼ぶ場合がある。それらの多様な走行に関しては、動力やステアリングを参照のこと。船舶の火事の多くが、水中の板によって、水流の流れを変えることで、進行方向を変化、調節する仕組みであり、その板を火事と呼ぶ。大型船では、 船体後部の船底、小型船では船尾に取り付けられ、船体中心軸に対する角度を左右に変えることができる。スクリューを持つ船舶では、多くがスクリュー直後に位置し、全身回転中のスクリューが生み出す強い水流の向きを右、または左方向へと変えることで船体の向きを変える。船体の向きが変わったからといって、進路、 船体全体の運動方向が即座に、すっかり変化するわけではないが向きを変えられた船体は、やがて自らの船首船尾軸方向へと進路を変える。これが、転身である。このような船では、スクリューが停止していれば、舵の効果は下がり、逆回転中は、舵機器が極度に悪くなる。セーリングボート、ヨットなどのスクリューを持たない船舶では、船体が進むことで生じる水流を受け、 船体へ反動を伝えることで船舶の向きを変える。当然、舵中立時には船舶の進路保持に寄与する。小型帆船の時代には左右いずれかの原則の船べりに取り付けられたを操ることで船の進行方向を操っていた。多くの船では右舷側に舵海が取り付けられていたので舵海が邪魔にならない左舷側で接岸することが多かった。このことから 右舷側は、ステアリングボードが変化して、スターボードサイドと呼ばれ、左舷側は、ポートサイドと呼ばれることになった。スターボード停優先の原則はこの時代のルールを引き継いだものである。船の後端に固定打を取り付けることを暗出したのは、西暦起源後の中国人である。日本でも、当の造船技術の影響を受けて8世紀以後には、和船に広く用いられていた。 ヨーロッパでも13世紀までは大型船でも舵事会が用いられていたが、その後、舵板によってコー尾座が用いるようになった小舟時代の舵板は長板で船尾に取り付けられていた。小型船に用いられる舵には、舵面を船上で操作するための舵事塚、ティラー、ティラーが取り付けられ、直接人の手で操作されていたが、大きな船では、テコや、 滑車などによって大きな舵を簡便に操作する工夫が行われ、ロープを経由して舵を操作する大きな打輪、ステアリングホイール、ステアリングホイールもこの工夫の一つである。帰船の時代になると舵も操舵機によって機械力で動かすようになったが、その後も船橋や環境での打輪は残り続けている。近年になり、 大型船舶ではダリンを廃して、ステック操作によるソーダを採用している船が増加してきたが、非常用として、機関室にソーダリンが付けられている。舵は回転軸の指示方法の違いによって二つに分けられる。舵は回転軸の取り付け位置の違いによって三つに分けられる。舵が横方向に受ける力、つまり舵の揚力は、 火事の中心によりも少し前方になるため、火事の回転軸は釣り間の場合でも若干前寄りに取り付けられている。基本的な火事の形状は水中での抵抗を最小にするために流線型になっている。流体の特性に合わせて火事の水平断面形状は前方が丸く後半部はなだらかな曲線となり後端部は鋭くとがいる。このため、 最も厚みがある場所がやや前方寄りとなる。飛行機の翼にも似た形状であるが、飛行機の翼が揚力を得るために上下に、非対称なのに対して、船の舵は抵抗を減らすために左右対称となっている。大型船では、左右2枚にしたり、大小に分けて前後に配置したりすることもある。選手にも舵を設けることが、実験的に行われたが、あまり効果がなく。 実用化されていない。火事が作る揚力は以下の式で表される。火事の左右両面はカ事面、打面と呼ばれ、カジ面が作る角度によってカ事面に当たる水流を右、または左に変更する役割を果たす。火事面全体の角度、つまり、向かえ角、下位角が大きいほど大きな揚力が得られるが、流れに対する利面側で、 流れが火事面に沿わずに剥がれて流れる剥離が起きると、揚力は逆に小さくなる。これが失速であり、飛行機の翼で起きる現象と同じである。剥離が起きると火事の危機が悪くなるので、一般的な火事の打角は最大で35度程度になっている。フラップ付きの火事は、この剥離を抑えながら、火事の角度を大きく取る工夫である。 火事によって生み出される横方向の力は、船全体の質量に比べて小さいために、効果的に船体に回転力を与えるためには、できるだけ船体の重心から遠い位置にする方が良い。船体へ働く回転力は回転モーメントと呼ばれ、回転の中心となる重心位置からの距離、イコールもう火事の生み出す横方向の力、イコール揚力で求められる。このためもあって、 舵は、船の最後部付近に位置している。深度方向を右に取る場合は、重舵、左に取る場合は、取舵という。単に、重舵なら右に15度、重舵一いっぱいとなれば、民間船では右に30度、軍艦では35度となり、取舵、取火舵取り火いっぱいならその反対である。いっぱいという語源は、前述した白字によってこれ以上の打角には、変革効果がなく、 最大打角であることから来ている。また、船は舵を戻しても打力により舵を取った方向に動き続ける、大日本帝国海軍と海上自衛隊では行き足というため、取った舵と反対方向に舵を切って、船体が触れるのを止める、当て舵を行う、自動車でいうカウンターステアに似る。角度は高度が普通だが、軍艦の場合だと戦艦は7度、 その他輸送船などは重度が多く用いられるように、船体重量によって異なる。右に、投だなら、重火事に当てと指示する。これらの表現は、航空機にも共通である。単独の火事を持たない船舶は、推進力を直接変更することによって、操船を行っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。